皆さんこんにちは。レクセン人講師弁理士ののとみです。今日は、論文直前期ということで、論文過去問分析講座の、紹介をしたいと思います。論文過去問分析講座は、全部でですね、6回あるんですよね。4回が、過去問のその体系別にですね攻略していくもので、でもう一つの方が、再現答案分析編ということで、2コマなんですね。でその再現答案分析編の方をですね中心にちょっと紹介をしていきたいと思うんですけども、縦断分類の方は、いわゆるその体系別にですね、体系別といってもそのテーマごとというよりも、拒絶理由が通知された場面なのか、権利行使が行使された場面なのかとかっていう形で、その場面場面に応じた問題を年度別ではなくて小問でですねバラバラにして、集めてっていう形になるので、それぞれ自分が苦手なところのですねテーマを中心に受講ができるので、特に通信ですから頭から全部受けなきゃいけないわけではなくて、自分が本当に不得意なところから受講できる、そのピンポイントピンポイントで対処ができるというところが非常に使い勝手がいい部分なんですね。で特にその直前期なので時間対効果、時間がどれくらいかかるかということもやっぱりその受講のポイントというか目安にもなってきますから、自分でこの好きなところからやって要不要をはっきりと、分けることができるっていうのは非常に魅力的だと思っているんです。でその分やっぱり効果も出やすいので、縦断分類編は非常にですねそういう意味では価値があるというか、よく考えられた講座じゃないかなというふうに思ってます。で私の方でも、毎年これね担当させていただいてるんですけども、講義の中で結構ねたくさんの問題扱いますから忙しくはあるんですけども、ただその場面場面で固めて解説ができることによって、その場面場面での注意点だったりとか解き方だったりとか、そういうことをまとめて伝授することができるので、すごくですね、効率的に講義もできると思っているんですね。なので、直前期ならではではあるんですけども、非常に皆さんのその弱点に対して直接処方箋を出せるようなそういう講座になっているので、ぜひ活用していただければなというふうに思っています。で、次にですね紹介するのが、再現答案分析編という方なんですけども、こちら全2回なんですね。で直近2年分の再現答案をまさしく分析していくという講座なんですけども、テキストはですねちょっと見本をお見せすると、例えば、直近の令和2年ですね、これがこういう感じで、問題がまず掲載されていて、であと公表論点ですね、どういうことが聞かれたのかっていう公表論点があって、でその次に再現答案をですね各問題3人分載せています。でこの方は商標63点で、で、全体の平均が 62.5 なんですよね。ということは、63が一番一番じゃないかもしれないけど、平均よりも高いので、全体的に見れば、そうですね、ご自身の中でも63なので、そんな悪くないですよね。これよりも低い点数があるから、平均が低くなっているので、この基準点が54ですから63っていうのは9点も多いわけですよね。だから11点も多いわけですよね。だからすごく、そういう意味でもすごくいい答案のはずなんですね。でどこが優れてるかっていうところも見ていただきたいし、で次の例えば 2人目だと M さんで55点で、まさしくギリギリですよね。でこの方ね、商標だけではなくて全体の平均も54ですからギリギリなんですよ。で、記載量がこんなにたっぷりなのに、で何がギリギリの要素なのかとか、でそういう面白い分析もできるんじゃないかなと思います。記載量に比例して点数が高いわけじゃないんですよね。
やっぱり必要な情報量が多いっていうことが点数の高さなんですけど、だから必要な情報量って必要なって就職をかかりますから、書けば書くほど点数が高いわけじゃないんですよね。で今の方なんかだと記載量たっぷりありますよね。80行まで行ってますから、80行まで書いてるにもかかわらず、逆に言うとまあギリギリなわけじゃないですか。で一方でそんなにギリギリ最後まで行ってなくて、例えばその C さんってその前の63点のかかとかだと下ちょっと2行ぐらい余ってるんですね。2行以上かな、結構余ってますよね。これで見るとちょっと私のがこの半ペラなのでちょっと分かりづらいんですけど、最後4行ぐらい余ってるんですよねこの方って。でそれで 62.5 平均、まあ、この方63小票なんですけど、そうするとやっぱりその記載量の問題じゃない部分で、ね、どういう要素があるのかっていうことの分析にもなってきますよね。ですから、まあ、非常に人の答案を見て、まあ、我が振りを直してほしいっていうことを目的としているんですけども、この講座実際にパンフレットにですね、いろいろこう感想が寄せられているのをですね、こう掲載しているんですけど、まあ、その基準点、合格点の基準点が見えたことで肩の荷が下りましたとかですね、あと自分の答案に足りないものが何かを理解できましたと、要はその一回合格経験、受験経験があると、まあ、不合格の経験があるから今度こう2年目に来てるわけなんですよね。でそうするとその合格者の答案と不合格者の答案の両方を見て、不合格者ってまあ自分も入るかもしれないですけど、ただ合格者の答案ってちょっとなかなか見る機会ないじゃないですか。で自分とのそのね、こう差が分からないとその差分の埋め方も分からないわけ でそこをやっぱりこう見れるっていうところが非常に有効な講座なんですね。で私この講座もともと自分自身でもう昔から企画を持っていて、いつかやってみたいと思っていた講座なんです。実はでこうやって直前期に、まあ、レクの方でこう教材用意していただいてね、で発注を受けて、まあ、自分で担当することになっても 3,4 年になるんですけども、もうもっともっと前からね、ずっと前から私はもう自分の方で独自に毎年再現答案って 3,40 枚はだいたい集めるんですよね。だからその中でその自分自身でいろいろこう分析をしていることとかもあって、情報もそこでこう得るわけじゃないですか。で得たものをどうしてるかっていうと、まあその年の受講生の方に合格の可能性をフィードバックするわけですよね。だから例えば再現答案を見せていただきました。でまあ最初の10名ぐらいを見れば、大体その年の全体のレベルとか、まあ、その受講生の方ずっと見てるから、私もその毎初めましての方の答案を受け付けないので、基本的にやっぱり自分の受講生、何らか の受講された方が再現答案を持ってこられますから、そうするとその方の普段のその答案の状態とかも知っているので、そこも踏まえた上でその再現を持ってこられたら、まあ、大体最初の10名ぐらいの方を見ると、まあ、この年今年はこれぐらいの答案で合格するんじゃないかというのが見えるんですよね。見えるんですよねというか、見えるようになったんですよね、もうこの何年もやってるので。でそれでまあこれだと多分大丈夫だと、今年は合格するよとか、でおそらくちょっと商標で今年は厳しいかなとか、そういうちょっとこうフィードバックをするんですよ。でそのフィードバックをするには相対評価の試験なので、当然ある程度のこう情報がないと、答案がないと判断できないじゃないですか。で1枚目の方にはやっぱりさすがに多少できないわけですよ、その1枚目に持ってこられた方にはね。だから後からちょっとお話をしたりとかすることもあります。ですからどうしてもやっぱりそのある程度のこう情報量が必要なんで、こういう講座を作るにはね、だからまあちょっと何年か温めてたんですよ自分の中で。
でそれでいつかやりたいなと思ってたのが、まあ、こうやってレクの方からあの、まあ、企画として上がってきて直前期にってことで担当することになったので、まあ自分は自分でやろうかなと思ってたところをこうねロム期に来たので、それはそれで良かったんですけども、その中でね、なんでそもそもやろうと思ったかって、今その合格の可能性をフィードバックするって話と、もう一つはやっぱりその次に生かすっていうことなんですよね。だから次の年の講義に生かす、要はその今年の基準問題はこれで、で受験生はこういう傾向にあると、でそしたら次の年の中上級の講座っていうのはこういうことに注意してやるべきだとかですね、そういう受験生の状態を知るっていうこと、でそれが次の講座にも生かせるので、まあ、なのでそのこの講座をねずっとやりたいなと思ってたんですよね。で実際そのやり始めて思ったことなんですけども、受講生の方はですね、この従覧分類編と再現答案分析編だと、従覧分類編より再現答案分析の編の方がコマ数は少ないんだけど受験生に与えるインパクトはすごく大きいように思います。要は普段の当連とかの問題っていうのは問題と 回答解説ついてますよね。で解答例はだいたい70点答案ぐらいなんですね。まあ一応ですよ不十分な答案もいっぱい出しちゃってますけど、一応70点答案ぐらいなんですよ。だけどじゃあ本試験でそのレベルの答案が書けるかっていうと現実的じゃないんですよね。か理想的な答案なんですよ。で実際じゃあその中でどれぐらいまでカットしてどれぐらいまで間違ったり不十分なものがあっても実際合格できるのか、横の要はラインですよね、相対評価なんで、みんなはどんな感じなのかっていうことを知るっていう機会が多分今まではなかったんですよ。この直前期の講座まではなかったんですよね。でもこれを見るとレックの答案というのは70点答案なんだけど、これから大幅にまあ 20% ぐらいカットした感じでだいたい合格できるんだなとかですね、そういう印象が持てるので、受講生の方はかなりその精神安定剤になるというか安心するみたいですね。で私直前期なんでそれですごいいいなと思ってるんです。ある程度自分は自分で準備をしてきた、ね、だけども最終的にこうやって合格基準ラインを見せられることによって安心感が得られる、でその安定した気持ちの状態で本試験に臨めるっていうのは非常にいい効果だと思うんですね。でこれをもし直前期じゃないところでやったとしますよね。私が要はその企画温めてたって話をしましたけど、私は何かゴールドウェブとか、ね、レギュラー講義の中でとか何かそういうちょっと通常のレギュラーシーズンの中でやろうとしてたんですね。で今思うとやらなくてよかったなと思ってるんです、うん、そのシーズンであればやらなかったよかったなと思ってて、なんでかっていうとその時期にこれぐらいでいいんだなっていう基準を見ちゃうじゃないですか。でそこを目指されるとこれまずいんですよね。だって70点答案を目指しても結局70点は取れないわけでしょ。その中の何割かカットしたぐらいの答案しか普通は書けないのが現実じゃないですか。じゃあこうやってこれぐらいでいいんだなっていう答案を見せられてそこを目指してそこに乗るわけないんですよ。よく言うんですけど、ね、70点答案で勉強してても現実は60点の答案しか書けないと。だからギリギリ60点の答案を見せられてそこを目指したらそれよりも低くなっちゃうから合格できないって言うんですよね。だからそれと同じで、まあ、この講座は直前期だからこそすごくいいなというふうに自分の認識をですね改めたんですよね。だから皆さんは最後にねこれを受講していただければ一番いいのかなと思います。初めからではなくてやっぱり従覧分類編をきちんと受講された上 で直前答練とか公開模試とかそういったようなものをちゃんと受講された上 でその上で最後これぐらいでいいんだなと、現実的なラインっていうのはこれぐらいなんだな、でそしたらね
例えば本試験の中で特日でミスしたっていうことを引きずらずに午後に行けるし、で午後一小法でミスしたってあっても小評に行けるんですよ。でそうじゃなくて、午前中にミスしたことで今年はダメだって自分で思い込んでしまって、午後来ない人もいるんですよね。実は帰っちゃう人がいるんですよ。でそんなもったいないことないですよね。で蓋開けてみると、みんなミスしてるから、そんなに実は大きな影響がないミスだったってこともなきにしもあらずなんですね。なので最後にやっぱり自分のその理想と現実というかね、そのこの答案が理想なんだと、ただそっちを目指して頑張っていただきたい。で結果として、ね、このどれくらいまでミスをしていいのかっていうことを知っておくこともやっぱり精神安定剤的な効果はあるので、最後この講座で締めていただくと、それが一番いい使い方なんじゃないかなと思います。で過去問は過去問で、柔軟分類編でじっくりと向き合って勉強する機会があるわけなので、この分析講座自体を復習する必要はないと思います。他人の答案を見せられるだけなんでね。だから本当に復習時間はこの講座2回分についてはいらないので、もう普通に受けっぱなしの、2×3 で6時間ですよね。6時間を受けっぱなしで構わないので、それぐらいの時間を最後ちょっとこう残していただいて、で最後に受講していただいて、で落ち着いた状態で、ね、周りが見えた状態で本試験に臨んでいただければもうバッチリなんじゃないかなというふうに思います。はい、では、全6回ですね、論文過去問分析講座を頑張ってですね、マスターしていただければと思います。では、これで説明は以上です。では皆さん、またですね、いろいろ直前期でお会いできる機会があると思いますので、またお会いできるのを楽しみにしております。以上です。お疲れ様でした。